はい、では林道行きます。最初のうちはね、まだこんな感じでアスファルト林道ですかね、舗装林道、この辺からダートですね。なんせ久々に走るもんで慣れてない。あとね、対向車だけ、出会い頭だけ気をつけて。こうね、なんか林道を走るとなんかこう自分は生きてるっていうのかな、なんか実感できるんですよね。なんやろな、こう一つ間違えば吹っ飛ぶというか、まあ吹っ飛ぶほどのスピードは出してないんですけどね、それでもこけたらね、やっぱり吹っ飛びますんでね、なんかこう生きてるいう感じがするんですよね。なんやろアスファルト、昔ね、そのローリング族で峠とか走ってたんですけど、全然違うんですよね、この林道は。だから林道の面白さを知ってから、なんかローリング族っていうか峠を走るのは、うん、面白くなくなったというか。これが楽しいんですよ、だからほんまね、ずっとこのオンロードばっかりやってきたんですけどね、2年ぐらい前かな、この XTZ125 を買うてから林道はこんなに楽しいんやっていうのを知りまして、それからはもうハマりまくってますね。で、去年はね、日本一周でほぼほぼ走ってないんですけど、いやー楽しい、本当に楽しいですわ、リンク。たまにね、思いっきり幸せが出るというか、全身鳥肌が立つような時あるんですけどね、サブイオというか、全身の毛穴が開くっていうかね、そんな瞬間はたまにあるんですけど、まあ、それが楽しいんですかね。舗装林道かな思ったらいきなりこういう風にダートに入る。とにかくね、気をつけなあかんのはフロントブレーキをかけない。フロントを握り込むと完全にこけますんでね。私にはまった。たまにね、鹿とかがいてるんでね、それだけ気付けると鹿に激突されたらね、死んじゃいますんでね。
当然ね、ガードレールなんかないんでね、落ちたら終わりです。気をつけなあかんのはね、やっぱり圏外になるんでね、携帯の電波が入らないんですよ。なので事故ったら本当に悲惨なことになりますんでね、それだけ気をつけて。だから自分の力量以外のスピードは出さない、うん、でもそのギリギリでこけたらやっぱしね、お、前にバイクが、前にバイクがいてますよ。結構ね、林道ライダーって言いますか、結構いてますんで、対向車だけは気をつけていきます。で、たまにジムニーね、ジムニーは喜んで入ってきますんでね、気をつけて。同じピンクナンバーや。おお、怖い怖い。ね、先に行かせてもらわんといいですよ。ニューっていただくとペースが乱れる。私にハマったら飛ぶだけや。気をつけてば。ただね、下りになるんですよね。下りはちょっと僕も怖い。なんでか言うたらね、リアブレーキで追いつかへんときフロントかけるじゃないですか、はあ、そんならこけるんですよね。だから下りだけは気をつけていきます。枯れてるな。
あんな大きいバイクでよう入ってきはるな。ぬかるみですわ、ぬかるみ。ぬかるみはね、一気に抜けてしまう。もたもたしてるとタイヤ取られる。もうはっきり言うてね、僕の走り方は我流なんでね、誰にオフロードの走り方を教わったわけでもなく、もうただ単に一号で走ってるだけです。で、一応ね、僕は下手くそなんでね、そんなに無茶はしません。自分で分かってます。腕もテクニックもないです。熱くなってきた体が。下りが怖い。マニ下りは怖いわ。ほい、ゴール。あー、ゴールでお待つ。楽しかった。たまにはね、こういう感じで。疲れました。でも充実してますよね、これね。